たが藤原千代子さんだね。今度は何のつもりです？申し訳ない。私を知っているんだね。帰って！憎まれるのも当然です。戦前権力の犬として非道を尽くしたのも同じ私。今せめてもの食材のためこうして旅を続けております。これは絵描きの思想犯があなたに宛てたものです。一言、恩のあるあなたにせめてお礼を言いたいと。本当に申し訳ありません。助けてもらったお礼をできなかったことが心残りでなりません。すぐにでも会いに行きたいのですが、戦争は日々激化の一途をたどっています。いつか戦争が終わり真の平和が訪れたら。仕上げるつもりです。いつかあの星空を君にも見せてあげたい。約束したあの場所で君に。これが一番大切なものをあげるからさ。一番大切なもの？明日までの宿題にして。約束よ。138号、まもなく発車となります。ご乗車のお客様は12番線にお急ぎください。ねえ教えてよ。いるんでしょ好きな人。初恋。満月は明日だな。14日目の月にはまだ明日が、前方において土砂崩れが発生した影響で臨時停車いたしております。開けて。この下の国道にバスが迎えに来ます。乗客の皆様申し訳ありませんが係員の人。
わけありだな、マダム。俺の社長、見よってますな。任せてきな。北海道なんざひとっときで。真っ白な風景の中にいると、まるで遠い星の世界にいるような不思議な気持ちになるんだ。待って。